彩りさえでどんな面白いものが見られるのか、ランジェラは気にならぬのか。なんといっても先行販売限定のサイン本は。セツは人形を買うため昨晩からここを張っていた。この俺様新たき天下第一人と熱く燃える豪快な決闘しようぜ。だけど一番重要なインスピレーションがまだ欠けていると認めざるを得ない。だったら美味しいおつまみも頼んじゃおうかな。あなたのことはたびたび彩香から聞いています。シャブ業神里家当主神里彩香と以後お見知りおきを。仕掛けは十分、そろそろ回収するとしましょう。仮に天意の網の推測が正しかった場合、アビシ教団にとってここは転移先として設定するほどの価値があるということだ。双眼鏡園に来たヒルチャールたちは中に入ったらもう出てくることがないらしい。恐怖のあまり仕事に手がつかなくなってるんだ。やっぱり双眼鏡園の下ってアビス教団と何かしら関係があるのかな。空中に浮かんでるし丸ごと逆さまになってるぞ。ここには奇妙な力がいくつも集まっている。今この瞬間アビスの目に映っている可能性がある。あ、これって。雑談は終わりだ。